ウーゴ・ミゲル・アルメイダ・コスタ・ロペスは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。アクヒサル・ベレディエス・ポル所属。元、サッカー・ポルトガル代表。ポジションは、両 SB。双子のヌーのミゲル・ロペスも同じくサッカー選手で、右 SB でプレーしており、ユース時代は、SL ・ベンフィカ時代を除き、共に同じクラブに所属していた。ロペスは、地元の SL、 ベンフィカの下部組織を経て B チームでキャリアを開始したもののチームが消滅したことで対談を余儀なくされ翌年にカイリーグの CD オペラリオに所属することとなったオペラリオで安定したプレーを披露したことで2007から08シーズンに2部のリオアベ FC と契約を締結。リオアベでも移籍してすぐさま中心選手としてプレーし2期目にクラブの2期ぶりとなる トップリーグ復帰に貢献した。一部初挑戦となった2008から09シーズンは、ホームに SL ベンフィカと FC ポルトを試合で競合相手に引き分けに持ち込む原動力となったことで、ビッグクラブからたびたび関心が寄せられた。その結果、2009年1月22日にポルトと2009年7月1日からの4年契約を締結し、また、 これと同時にエジソンとカンデーアスガポルトからリオアウェイ対応されることも発表された。ポルト遺跡1年目の2009から10シーズンはウルグアイ代表のホルヘフシーレと定位置争いを繰り広げたためリーグ戦での出番は控えめなものとなったがそれでも公式戦出場17試合で13試合に先発出場した。2010年8月下旬にアンドレビラスボアス監督に 新たに就任すると構想外となり、9月2日に、スペイン2部のレアルベティスへ1年間対応されることになった。ベティスでは、リーグ戦でちょうど半分に出場し、3期ぶりとなる一部昇格に貢献した。2011から12シーズンは、同リーグのレアルサラゴさえ、移籍目前だったが、夏の移籍史上終了までに契約がまとまらず、またポルトへ復帰することもできず、 半年間出場できない状態にあった。1月の遺跡市場でよく役プレイする場が見つかり、SC ブラガへ対応されることが決定。遺跡当初は出番がなかったが、レアンドロ・サリーノの中盤起用や同選手の怪我に、伴い徐々に出番が増え、最終的にリーグ戦で7試合に先発出場した。チームとしてはシーズンを3位で終え、UEFA チャンピオンズリーグ2012から13。 予選の出場権を獲得。クラブ史上2度目となる UEFA チャンピオンズリーグ出場を目指すこととなった。2012から13シーズンにポルトへ復帰し、9月29日にフルスリオアベ戦で頭で先制点を決めた。2013年1月8日にマラとイズマイローフと入れ替わる形でスポルティング CP と5年半の契約を締結した。 2013年7月7日、オリンピックリオンへのレンタル移籍が決定した。2015年8月6日に、グラナダ c f へ1年間のレンタル移籍が決定。2016から17シーズンは、アクヒサルベレディエスポルへレンタル移籍し、その後、完全移籍となった。2012年5月14日、それまで A 代表出場未経験だったものの、シーズン後半に、 クラブで好調だったことと、両サイドでプレー可能なことがパウロベント監督に代われ、クラブでの同僚で同様に代表未経験のクストディオ、カストロと共に UEFA ユーロ2012のメンバーに選出された。大会前の6月2日に、リスボンで行われたトルコとの親善試合で A 代表初出場を飾った。2012年11月14日のガボンとの 新善試合で代表初得点を挙げた。ミゲルロペス総ペンソーなセレックスをデポイスデラーエノーティシアノスジョーナイズミゲルロペスアッシナ、カントラート、アパーリオ、リオアベニュー、1から2、アービトロエストラグー、エーフェスタフラカーオドスアソースプロミトファジル、エストラーコス FC ポルト、ミゲルロペスポルクはトロアノスミゲルロペス、 エルベティスマレスエスタールイエノプリメーラ、ミゲルロペスノーポドロフィッカー、ポルエルサラゴサ、エーノスサセレックスをノーユーロ2012ミゲルロペス、ブラガ、ミゲルロペスを期限付きで獲得タランチにブレース、プニシャスプアポルトウィズ、エードローアーガイブド2013年5月25日、アットザウェイバックマシン、イスメイローブ&、ミゲルロペススイッチクラブス、 バットフスタンズ2ベネフィットフロムザディールアーカイブド2013年11月8日アットザウェイバックマシンリオンミゲルロペスを期限付きで獲得ミゲルロペスヌオボフガドールデルグラナダ CF グラナダクラブでフットボール2016年2月19日閲覧ポルトガル代表を未経験の2選手を招集ポルトガル不安を残したまま本大会へありがとうございます